ケビン・ボニファーツは、イタリア・トッフィア出身のサッカー選手。セリエボローニア FC 所属。ポジションはディフェンダー。15歳の時に SS ローブルシエナ何か入したが、2014年に破産したことで、鳥の FC と契約を結んだ。2014から15シーズンに、カンピオナーとプリマベーラの優勝に貢献した。2015から16シーズン、セリエ C のベネベント・カルチョに、 レンタル移籍した。2015年9月20日、ホッチャカルチョ戦でプロデビューを果たした。2016年1月にカゼルターナ FC にレンタル移籍した。2016年2月14日、SSU ベスタビア戦でプロ初得点を記録した。2016年7月19日、セリエ B の SPAL にレンタル移籍した。10月22日、 カルピ FC 戦で遺跡後初出場を果たした。12月3日、エースチッタデッラ戦で遺跡後初ゴールを挙げた。2017年3月17日、トリノとの契約を2022年まで延長した。2016年11月29日、コッパイタリアのカルピ FC 戦で、トリノでのプロ初出場を果たした。2018年3月31日、カリアリカルチョ戦に、 ニコラ・ヌクルトの交代で途中出場しセリエ A デビューを果たした。2018年8月16日、スポールに買取オプションと買い戻しオプション付きのレンタルで再び加入した。10月20日、AS ローマ戦でセリエ A 初得点を記録した。2019年6月19日、スポールは買取オプションを行使したが、 翌20日にトリノは買い戻しオプションを行使し、トリノに復帰した。2020年1月24日、スポールに一定の条件で買い取り義務が発生するレンタルで移籍した。3度目のスポール加入となった。スポールと2024年までの契約を結んだ。2020年9月25日、ウディネーゼカルチョにレンタル移籍。2021年7月2日、 ボローニャ FC に完全一席。U-21 イタリア代表に選出され、2017年9月1日の U-21 スペイン代表との親善試合でデビューした。ありがとうございます。